プレイメイト、プレイメイトはアメリカ合衆国の雑誌、プレボ覚号に呼び物として掲載される女性ヌードモデル。プレボ氏に関するモデルであっても、表紙のモデルや一般のヌードモデル等はプレイメイトに含まれない。見開きページ、折り込みページにミスガツとして掲載されるモデルはプレイメイトオブザマンス、略称、プマムと呼ばれる。 プレイメイトオブザマンスのグラビアはその人物のヌード写真、見開きポスター、略歴に加え、青年月日、身体サイズ、興奮する状況、しらける状況等を記述したプレイメイトデータ C から構成されている。1年間に掲載された総勢12人のプレイメイトオブザマンスの中から1名が、翌年のプレイメイトオブザイヤー、略称、プモイに選出される。 プレイメイトオブザマンスの報酬は2万5000ベイドルで、プレイメイトオブザイヤーに選ばれると10万ベイドルの追加報酬と自動車が送られる。このほか、創刊5周年以後5年周期で、アニバーサリープレイメイトが選出されている。2006年9月時点で、プレイメイトオブザマンスを歴任した女性の数は635人。プレボは、将来のプレイメイトとなる候補者の発掘に対して、 対価を出しており、本人以外が推薦した候補者が、プレーメイトに選ばれた場合、推薦者は仲介手数料として2500ベイドルを手入れることができる。ヒューヘフナーと写真家たちはそれら候補者の中から、プレーメイトを選出する。プレーメイトオブザイヤーは、ヒューヘフナーが年間の読者投票を参考に独断で、選んでる。2000年代前半からは、プレボは、 プレイメイトの他にサイバーガール、サイバーガールズというインターネットのヌードモデルを新設し、その初代サイバーガールオブザイヤー、サイバーガールオブザイヤーのエリカ・ミシェルバで、エリカ・ミシェルバーは日本版のプレボの2002年8月号の表紙と特集グラビアを飾った。報じするようにサイバーガールからプレイメイトになった者も,もいる。中期、プレボは一度プレイメイトになれば、 永遠にプレイメイトであり続けるとの考えから元プレイメイト等の表現は使っていない。プレボ第1号に主役として掲載されたのはマリリン・モンローだがその肩書きは今月の恋人でありプレイメイトの故障はまだ存在しなかった。プレイメイト・オブ・ザ・マンスと名打たれた最初のモデルはプレボ第2号に掲載されたミス1954年1月マージー・ハリソンである。 基本的に、プレイメイトとして掲載される回数は、モデル1名につき1回であるが、相関初期には2回、または3回プレイメイトを経験したモデルも存在する。2回経験者は、マージー・ハリソン、1954年1月1954年6月、とマルグリッド・エンペイ、1955年5月1956年2月の2名で、3回経験者は、 マーガレット・スコット、1954年2月、1954年4月、955年4月。あとの2回は、マリリン・ウォルツ名義とジャネット・ピルグリム、1955年7月、1955年12月、1956年10月の2名である。現在、多くの国家、地域では18歳未満の出演する。 ポルノ画像は違法となっているが、プレボが創刊されて間もない時代には未成年者略種に関する法律は、まだ十分に整備されていなかったた。ナンシー・クロフォード、1959年4月、ドナ・ミッチェル、1963年12月、リンダ・ムーン、1966年10月、テディ・スミス、1960年7月らは17歳で、エリザベス・アンド・バーツ、 1958年1月は16歳でプレーメイトとしての撮影に臨んでいた。この結果としてヒュー・ヘフナーとロバーツの母親は逮捕されたが、エリザベスが母親の出演同意書を持っていたため最終的に請求は帰却された。より近年の例としては16歳でプレボドイツ版の撮影に臨んだウルスラ・フェルネがおり、彼女は18歳で米国版。 1979年10月にも掲載されている。プレイメイト・オブ・ザ・イヤーは、各年5月にプレイボーイマンションにおけるメディア語参会で発表されるのが監修である。プレイメイト・オブ・ザ・イヤーとなったモデルは、その年の6月号、または7月号で組まれる、プレイメイト・オブ・ザ・イヤー特集のグラビアで、大々的にフィーチャーされ、表紙も飾る。 しかし例外として2003年から2005年にかけての特集号の表紙はプレイメイトではなく同じ号のセレブリティグラビアに登場しているセレブリティが掲載された。陰謀を見せた最初のプレイメイトはミス1971年1月のリブリンデランドとして知られているが、創刊初期の百五十六年二月には自身二度目の登場となるマルグリット・エンペが ラスメイヤー設営水中写真で陰謀を見せている。当時は発行部数が少なかったため、この写真はリンデランドの写真のように一般に知れ渡ることはなかった。陰謀を見せるプレイメイトは1970年代から1980年代にかけて増加傾向が続いたが、1980年代後半からは陰謀を低謀して整える傾向が強まり、 2001年9月のダレーン・カーティスはプレイメイト歴史上初めて完全に一本の陰謀もない状態で掲載された。1990年代からはヘソピアス等のボディピアスやタトゥーを体に施したプレイメイトの増加傾向も見られるようになった。プレボへの出演以外の自由でも有名なプレイメイトを下に示す。カッコ内はラテン文字綴りとプレイメイトに選ばれた年、月。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。